はい、皆さん、こんにちは。投資レースレスリーライブ、よっちゃんです。今日は5月18日、今午前11時29分、YouTube 録画しております。いつも YouTube 見ていただきまして、ありがとうございます。それから、チャンネル登録ね、していただいた方、本当にありがとうございます。励みになります。今後ともよろしくお願いいたします。まだね、チャンネル登録されてない方、ぜひ、この機会にしていただけたらなと思います。今日は、仮想通貨の時価総額上位100ですね。こちら、やっていきたいなと思います。今日の仮想通貨市場ですね。今日もちょっと残念な展開かなと思います。まあ全面安といった感じですね。暴落とまではいかないけど、まあ、棒ぐらいまでは来てるかなというところですね。まあこんな感じでちょっと下げてきていて、少し下げ幅の方は数字だけで見るとですね、まあちっちゃいように思えるんですけども、まあ昨日ぐらいからもう下げてきてるので、かなりね、実際は大きく下げてるなっていうところがあるんじゃないかなと思います。まあビットコインもね、数字を見ていきますと、487万円ぐらいですから、まあ、もう500万円切ってしまっているわけですね。で、イーサリアムの方も40万円切ってしまいまして、今36万6千円。うん、ちょっとこう、上がっていた途中の値段のような形になってきたなと思います。ビットコインが487万ですが、3位ですね。3位のバイナンスコイン。こちらの方が5万6千円ということで。ちょっとバイナンスコインもね、少し6万円割り込んできて、うん、っていう感じですね。で、カルドナエイダが 5.6% 下げてまして、221円。同時コインの方はほぼ変わらずですね、53円。まあ、同時がね、この状況で強いっていうのは何か面白いなっていう感じはありますけども。まあ、あと今日リップルもね、一応プラス表示です。164円。こんな感じですね。まあ、電力の問題でね、リップルをちょっと買ってみようっていう方もね、まあ、ビットコインが少しね、マイニングに電気代がすごいかかるということで。まあ、じゃあ、リップルなら、いいかなっていうところがやっぱり思われる方多いみたいで、リップル買ってみましたっていう方も結構ね、こうニュースとして私の方にも声が届いています。あとは、そうですね。まあ、今日リップルが上がってるんだけど、ステラがね、上がってないっていうのがちょっとね、まあ、上がってないというか、まあ、マイナス表示になってますね。少し、安くなってきてしまいました。それから、今日は動きが目立つところちょっと探してみたいと思います。そうですね。まあ、特にないですね。ほぼ 5% ぐらいの下落のものが多くて。草間が 15% だか。あと、小幅ですね。パンケーキも変わらずですね。ダッシュが 4% 安です。ウェブスも 4% 安。ネムが変わらずですね。ヘデラが 4% 安。シリーズ変わらずですね。寿司スアップが 7% だから、寿司はしっかりですね。なんか寿司がしっかりっていうのもちょっとなんか、今、面白いなと思っちゃいましたけどね。まあ、絵柄もね、寿司、可愛いなと思い、最近思い始めてきました。はい。ベーシックアテンションとかも変わらずですね。エンジンコインも変わらず。そうですね。上がってますね。30% だか。0X も変わら、2% だかですね。OMG が 1% 安ぐらいです。ちょっと100位以上も見ていきたいと思います。ロスじゃない、IOSE ですね。IOSE 変わらず。久しぶりにロストって言っちゃいましたね。ビーナスが 20% 安ぐらいです。はい。あんまりね、ロストって言わない方だったんだけど、ちょっと今日は言っちゃいました。失礼しました。ということで、ちょっと、ね、100位、200位ぐらいまで見ていきたいと思いますが、今日ですね、ちょっとご紹介してもいいかな。あ、今日ちょっとね、注目してるというか、一つ面白い仮想通貨ありますので、スチームですかね。はい。チャート今、ちょっとお見せ。スチーム結構ね、お買い得なような気がしてきたんですよ。動いてないんですね、ずっと。高値から全然動きがなくて。こういうやつって結構上がっているじゃないですか。これ面白いんじゃないかなと、ちょっと個人的に、思ってます。お宝、かもしれないですね。まあ、随分前からね、上場してますので、まあ、変なやつじゃないっていうのは、ありますので。で、ちょっとイーサリアムと似てるところがあってね、アプリをいっぱい持ってるような会社じゃないコインなんですけども、
もう一回ちょっと今、スチーム。意外と皆さん知らないんじゃないかなと思いますので、多分買ったって聞いたことないですよね、あんまりね。まあ、実際ちょこっと買ってて持っている方が多いのかなと思うんですけども、時価総額が今160位ですね。ウォッチリストにも3万2000人ぐらい方が入れてるということなんで、まあ注目度もね、それなりにあるけど、価格がまあ動かないということなんで、ただ最近ね、出来高が上がってきてるんですよ。上がってるっていうのもあるんですけど、ちょっと出来高がこのピークよりもあるので、ちょっとね、売った方は売ってて、買った方は買ってるような感じにも見えるんですよね。これ面白いと思いますね。こういうの化けるんじゃないかなと、ちょっと思っちゃいましたね。今が1ドルぐらいなんですかね。1ドルぐらいで、高値がですね、高値いくらぐらいですか。結構上、幅取れそうじゃないですか、これ。ちょっと今、スチームもう一回見たいきたいと思います。イーサリアムもね、いっぱい、あんまり知られてないですけど、アプリがあってね、いろいろゲームに使われたりとかするということなんですけども、まあ、こちらのスチームもね、500以上のアプリがあるので、まあ、何かそのアプリが当たったりすればね、そこで使われたりすることで、まあ、価格も上がるということが期待されているんだと思うんですけども、結構なんかこう面白そうな仮想通貨だなと思いますね。ちょっとイーサリアムにやっぱり近いかなっていうふうに個人的にも思いますので、まあ、イーサリアムがこれからまたね上がってくればですね、まあ、見直しが入ってきてもおかしくないかなというぐらいポテンシャルあるんじゃないかなと思いますね。まあ、ですのでまあ全額スチームっていうのはちょっとわかんないですけど、まあ少しね買っといても悪くないんじゃないかなと思いますね。チャートがやっぱり一番、上がってきそうなチャートの中の一つかなと思いましたので、ちょっと今回ご紹介している感じです。で、一つ上ですね。もう一回ちょっと最後に、スチームのチャート。なんか上がりそうな気配は私だけでしょうか。高値がですね、こちらの方が、8ドルまで上がっているんですね、ピークが。ですので、まだまだ、半分上がってもね、4倍ぐらいになるということなんで、5倍ぐらいか。ありそうかなと思います。4ドルぐらいまではなんかね、ありそうな感じ。まあ、2ドルぐらいまず超えていけばね、4ドル。この辺4ドルなんで。ここの辺までなんか行きそうな感じしないでもないなと思いますね。ちょっと上がってきてるのがまた、ポイントとして、いいかなと思いました。で、159位ちなみにね、ドドっていうね、マイナスでローンチプールされてたやつだと思うんですけども、こちらが今ちょうど上にいるということなんで、まあ、こちらもチャート的に結構上がっちゃってるんですよね、こういう感じで。ちょっと似てないこともないけど。で、こちらはちょっと MACD とかも多分下に来てると思うんでね。ちょっとこの辺見てないんであれなんですけど、ここからちょっとまあ、そんな上もないですし、で、ちょっと下向きなんで、まあ、これよりはさっきの方がやっぱいいと思うんですよね。まあ、なので、159位にドドがいるわけですけども、まあ、これ超えてくるでしょうねっていうふうには思ってますね。まあ、100位ぐらいの子に来てもおかしくないぐらいのポテンシャルはありそうだけど、まあ、人気がないっていうところですね。一つね、気になるのは。まあ、注目度が低いというか、そこがやっぱりここのスチームの課題かなと思うので、これが何か火がつけばね、そのアプリの中で何か面白いのができて、まあ使われたりとか、あとスチームに何かこう、特段のね、ニュースが出たりすればですね、上がる可能性は十分あるし、まあチャート的には面白い、思います。なので、ちょっと今回ね、スチーム、ちょうど見かけたというか、ご紹介させていただこうかなと思っていたので、まあ160位ぐらいだったなっていう記憶は、150位ぐらいかなと思ってたんでね。あれだったんですけど、まあ、あと過去には100位ぐらいに入ってたような記憶もあったので、まあ、ちょっと少し下がってきてる。まあ、他の、やっぱりパンケーキとか先ほどのものが昔はなかったので、100位ぐらいにいたんだけども、それがま、どんどん若手が抜いていったみたいな感じなのかわからないですけども、ちょっと今抜かれて実際160位に甘んじてる状態なので、まあ、ぜひね、頑張ってもらって、100位ぐらいにまた返り咲いてもらいたいなと思います。まあ、2ドル、4ドル、8ドルですね。ピークで8ドルまであるわけなんで、ここをやっぱりどんどんね上がってこれれば100位ぐらいにも入ってくる
ぐらいのポテンシャルは少なからずあるかなと思いますので、ちょっとですね、頑張ってもらいたいなと思って今回ご紹介させていただきました。またちょっとね、いろんな仮想通貨ありますし、あと意外と皆様が言ってるような仮想通貨っていうのは結構偏りがあって同じようなものが多いんですけど、ちょっと私の方であまり他の方が言ってないようなものとか、あと私が独自で面白いなど、まあ言って、同じやつでもね、言ってる方がいたとしても面白いなと思ったらどんどん伝えていこうと思います。今回 Steam はあんまりね、そういえば言ってるの聞いたことないなって思っていたので、ちょっと今回改めて Steam ご紹介させていただきました。今回の動画がね、ちょっとでも良かったなとか思っていただけたらぜひ、高評価お願いします。あとはチャンネル登録の方もね、まだの方はぜひこちらの方もよろしくお願いいたします。ということで今回のね、動画は以上となります。最後までご視聴ご清聴いただきましてありがとうございました。時価総額100位の仮想通貨も今日はね、このような状況でした。まだちょっとね、夜にかけてどうか上がってくるか下がってくるか、ちょっと暖かく見守っていこうと思います。今回は以上となります。最後までありがとうございました。